もうやろうもう帰ろうああそうあそう。いやいやいや、それはそれはいい、それ大丈夫。えっと、一回やろう。大丈夫です。何もないです。なんかすごい情報出せるとしたら中野さんが何かわかんないけど驚いてました、ずっと。驚いた面白だなと思ってます。あーって言ってました、ずっと。驚くっていうよりかは、あーっていう感じですね。あーって言ってましたね。うおーじゃなくて。

どうすんだよ。千葉さんに返事すな俺うんそうするわで白角取っといて白角取っといて分かりましたうんちょっとあと10秒待ってちょっとスキルしませんねうんキルしないんでどっか絶対白角取っといてね左行くから俺だから右側に誰かと一緒にいるうんはいコピーャはい行きます

メインホルのちょちょっと女性タスクのどうしたどうしたどうしたのそうそんなあ忘れちゃったみ見たのもうもうもしかしませあびながら死んでてうんびしゃってう誰誰誰ですかアーカイブ僕見てます十五秒前ぐらいえアーカイブ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 すみませんコックピットであそうですアーカイブは和証士が あ、はい、あの、イブ2ついてましたね。ジョホクダカイは俺と主人さんだと思う。そうですね。え、それ最後ですかはっちゃんさん。最後じゃないです。15秒前ぐらいです。あ、だったら、だったら俺シャワーだわ。情報ホクダサイと僕、首といた。モイモイさんと停電の時にすれ違ってる俺。その前に見たうんで、停電直して、そのまんま、えっと、メインまで行ってみたら、 みたいなはい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 金庫の人は無理そうだから金庫一応教えてほしいええ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  飛車んで15秒前に。これボタンかボタンじゃないです。ボタンじゃないです。女性で見つけた告ですよね。あ、死体を見つけてたんですよね。ちなみに降機に2人いるんですよ。降機2人、アーカイブ2人、で、ラウンジに結構4人ぐらいいました。ラウンジは、えっと、中野っち、詩人さん、チュワン、あとフェコロンさんかなフェコロンさん、あ、フェコロンさん、下から来たね。 あ、俺、あの、シャワー、シャワー、シャワーからアーカイブ行って、その時に詩人さんが、あれどこ行ったって言って、中野さんを探してましたね。そうです。で、フェコノさんが下から来たところでなった。で、そうです。アーカイブアーカイブ。アーカイブじゃない、ラウンジの方に入ってる、ビリヤード台のところ。そう、ラウンジ側ではある。え、金庫の人出てこないんだよね、結局ね。うん。その人が飛んで、飛んでんじゃない宿舎前から。宿舎前じゃねえか。 これ出てこないんだろう。出てきたら白っぽいのに出てこないってこれ幻聴さんあるんじゃない。な,なんで、ねうう。中野さん <laughs> 結局スピーカーって何ですか。<laughs> パクンネート。な<っ>やりる人めとくか。 チャーラ,ーエャーラー何が起きてもじんへのへ、えー、のカッパもらいます。てれれちゃら。えっ s p e、ね、なのる結局 いやいや、かスピーカーの話はしてない。俺、違う話をしてたら、なんか聞き間違えて、<laughs> え、スピーカーって言う。死んでそう。<laughs> う入ったもん。返信したら来て。ポンズさん 九ゼロ八九五。はい。あ、だめだ。うん。え、ええんで上がってきたの。なんで上がってきたの。なんで上がってきたの。何してんの。何、今の動き。え、なんで。おわ。え、なんで上がってきたの、ポン酢さん。え。おたやったからだよ。治ってなかった、なんで離れたんですか。あ、はい。 怖い歌ってるこの人。どう信じでないんだ。れる。あ、ほうほうほう、ナイス。なるほど。これ多分自然体のポン酢さんだ。自然体。何自然体？何があった？何があった？なるほど。いや多分ちょっと野生。インポスターかなと思ったんだけど多分ポン酢さんが多分野生です。野生のポン酢さんってこと？野生のポン酢さんでした。あ、じゃあ大丈夫。 <laughs> どっちな。え、大丈夫危害はえ加えないタイプのやつ。草食流って感じ?。多分草食流でしたね。服<ー>食,食ではなさそうです。鳥毛だっん、ね、たんですか?はい。<laughs> ちょっと色的には白っぽいですね。跳ねるかこれ大丈夫か?か。人の言葉を思い出して。 方向性大丈夫？<laughs> 方向性。なんで？どうしよう。白取り続けて、チャンさん。<え>ちょっと待って、10秒待って10秒。あ、フェイク。15秒待って。さっきの <Okay. S 1> バレがかったな。 5秒 <laughs> ちょっと待ってあっ OK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  ベントタスクやだなあっ <laughs> あっ<え>あっあっえ,えあえあ今え誰か下えってきましたっね。えっあっえちょっえっっっえっ かのちさんは大丈夫です。中かのちさんではない。中かのちさんではない。ちわんが、ちわんだよ。ちわん、ちわんが通り過ぎた。あ、じゃ、ちわんさん。ちわん、ちわんさんだ。私、違う、違う、私、もう直ってる。直した。いや、まあ、そうなんですよ。あの、なぜかというと、あまりにも通り間過ぎてるから。ちわんちゃん、本当にやってないと思う。え、どういう状況。え、普通にやってるんじゃないですか。いや、あ、でも。いや、確かに。モーションが。切ったモーションは見えなかったです。 ああいや切ったモーシ見えたわ。いやモーション見えましたよ俺。見えました見えました。えチワンさんが切ったモーション見えたってことですか？チちゅってどこにいたというか。チワンはどこにいた？チワンちゃんはあの小ミサボ直してました。収録室にいましたね。おおじゃあえずっといた？ずっと。ああ元はモフか。じゃあモフ。さっきコックピットラじゃあえっと先に右に行った人って誰？わかる？ ええ先に右に行った人ってどういう意味ですかコミュニケーション右に行った何何かああコミサボを直さずに右に行った人ってことですか離れたのはあれ俺モイモイさんモイモイさんはえっとね多分コミサボから右に行ったんだよそれをついていってる人がいると思う。 ちゃんモイモイさん見たなんか俺左で見たような気がする。気がする。見たのはネロちゃんさんはどこにいるんですか俺はね、えっと、キッチンから展望デッキでダウンロードしてるところだね。その前にチワンさんは一応左にいたから見てる。なみに込めさば直しに行ってない。ですよ。ああ、キッチンだったら弁当移動ができますね、弁当移動が。中フェコロン シジンさんとポンさんシポンさんシポンさんシ詩ンさん頭が似てるから。下位置はどこなのちなみに。シ人とメインホールの間の扉、あの階段とこですかねごめん、もえもえさん右だったわ。シャワールームだったわ。ごめん。えその遠いですかもえもえさん右にいたわ。ごめん。右から左に行ってたわ。すまん。違うわ。 ネロちゃんさんのキッチンからべあのチワンさんと見てるんだとチワンさんをコピーして弁当移動してってことはできるかなと思います。全然できるとね。でチワンさんのコピーだったらでったの。うんチワンちゃんでもコピーだね。いやごめん状況が全然分かってない。えどっち？いやチワンさんは私とコックピットで結構一緒にいたんで。 うるさいわね、あなた、ほんと死んでからが。そうなんだよね。ああ、終わんなかったんだけど、うわ、意味だから。あ、またい、うるさそれはごめんるごめんなさい。あ、ゴミタスクやってる最中ん てか訂正します中野ちと、詩人さんと、セコロンと、モイモイさん4人で、えーメインえー、シャワーからコ、えー、ミサボ直そうと4人で行ってましたあそうす、ね。で、メインホールで、はいえー、ドアに差し掛かって、扉開けたんかな。行きました。扉開けた瞬間に、エンジンルームから来た1人のチュワン、チュワンが来て、チワンさんで、ね、通りまでモイモイさんを切るしたってじゃあ、チュワンさんに会った人、うん、俺以外にいると思うんだけど、左側で。 はい。その人がコピーしてやった説明があるってことだよねじゃあチュワンちゃんなんか誰かになんか誰と一緒に行ったとか練習さんはっちゃんさんごみさぼ全然やろうもじゃない一緒に直してたからえなんかえっと沿線通った時にごみさぼになってえっ私と一緒に引き返してでそしたらもうなんか四人ぐらいあそんないたんですか するのポ,ポンズさんとハッチャンさん。ちゃんんかレイシーさんで絶対あのジュワンさんからネロちゃんさんの名前が出てこないところからしてネロちゃんをかばってんのかなっていうのも見えちゃったんですけど、それはかああの忘れてるだけですか言うの。あん<笑><笑>えー、あのえ最,初最初の方に会ったことはありましたけど。うん、だから それチワンさんとネロちゃんがコピーできるタイミングがあるんじゃないかな。いであれそうだから、ファッショの方でしかなかったから、自分的にその30秒たったのかなみたいな感じだから。うん、いや、これ、むずいな、もう。フィンク。<笑><笑>むずい、これがむずいな。うんえ、レイシーさんって最後どこにいたんですか <laughs> えコミュニケーションズさい一緒に入ってしたんないレイシーさんは難しいんじゃないですかえ、ね、俺一緒に直してたやつをシスで。 コミサボチュは声聞こえないんでかミサボチュだったんですかそで俺開いてたからそこに向かってないジュジュワンカネロちゃんさ、うんぐらいしかできなくないですかそうなると、うん、俺目線は。 あ、いや、チワンさんは私なないゃじしかくそうかかそ俺俺対抗出せなないいだっっててらチワワンンさんん以外ちゃれが毛布じゃなくて本当にチワンちゃんだった場合がありえるからあの、通信室で見てるんですよねチワンちゃった。 一番私、一番さんと話したよ、おかしいな。<laughs> うん意識すぎるな、モーフィングを。むずいよね。

ようこそー。ようこそ、こちらへ。シェリフ押そうとした俺、キルボタン押そうとしたのよ。<れ>シェリフちゃんと私です。ってなって。そっか、それで対応できんのか。一回ダブルキルしようとかもできんのか。そっか、そっか、そうだよな。<あ>近もだもんな。

<laughs> しゃべんないの、まい。これはいい、これはいい。えー、んて一緒にいたよな。お<あ>、よさん、ん本物。ああ<ー>、本物。メイン、ンメイン、そも物。メイ、わからん、これは。おー、メイ、メイ<ー>。 エンジンのエンジの宿舎前の下というかこれまだ2個こまたってないね、こまたってあれか道連れか30秒前ぐらいでここからコピーされたときに2個ちゃんさんどうだったんだろうなとりあえず今回詩人さんは違うと思うや私もっちゃんさん違うと思うす でレイシーさんとポンズやろうって割と一緒にいたような気がするんですけどお互いの手話って出せますせい,いや出せないです私<ー>、えっと、ポンズさんについてってエレクトリカルのタスク1234って全部やるやつをずーっとやってて <laughs>、うん、で途中からチュアンさんが来てあチュアンさんだーなんて言って一緒に死んでる見たら死んどるってなってそう死んじゃる,る,るっていつも私ポンズさんがあのとエレクトリカル行った後ずーっとエレクトリカルにいたんですよああうん まあそれを証明する人は最後にあったちわんさんぐらいしかいないけど一浪落ちてる手で話すなら僕と詩人さんはもう白で置いてほしいです,、ねそ,ですね、それで進めてほしい一浪落ちてるとしたらネ、えー、ロちゃんさんですかそうそうで二郎残ってるとしたらはっちゃん詩人の二郎じゃないと多分ついつままないような気がするからそうですね、うん、うわ誰だこれネロ,ロちゃんさんだったら LINE は ど,どうなんですかねチワンさんにはならないんですかいやまあなるともううっすらね、うっすら。う,うん、最初しかあってないとかしけてね。でも俺、あのさ、うん、セキュリティの前というか、あの通路でさ、レイシーさんとポンズヤローが2人で歩いてってるの俺見てるんですけど。うん,う,んうん。セキュリティの通路前あの、あれですよ、キ,キッチンから取って行ったんですよ。ああ、そうです、そうです。で、その後すぐ私はエレクトリカルのタスク全部やってるんですよ。うん、<ー>全部あれバチンバチンえ、あのー、ててごめんなさい。 1回目のキルがあったときって、ハッチャンさんとチワンさんがコミサバ直したんでしたっけそうです。ポンゼヤロウもレイシーさんもいました。えっと、それがチワンさんだった確証はありますか多分ん、そうです。要は、コップピットで。いや、コップピットで。多分…プピットで。コップピットで。なんでチワンの姿で。あ、それはもう、確証取れっていう話でします、ずっと。ああ、そういうことか。2回目のチワンさんの姿で切ってる。 で、そこから、一回か、分かれました、ちわんさんと。いや、一緒に、コミュサボを直し。てた気がちわんちゃん、は置いて、大丈夫。です、大丈夫、多いな。それは。逆にね。一回は分かんないけど。逆にね。人に化けるよりは、インポスターに化けてみたら、どうなんのかなと。思ってあ二人のちわんさんに切られるとこも、面白そうだから、そっちの方がやりたかったな。ちわんさん。頑張れ。押したっけ。頑張れ、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 頑張れ。俺、俺の視点では。

でももしごめんなさい、連れてるんだったら、私、目線はなんか、チュワンさんが浮いてるような感じするんです。うん、いや自分目線もン、ボロシェピンポンダブルキルじゃないのピンポンピンポンえンも見たンポンピンピンポ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 ンいンポンピ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 のピンポン 今、森山さん。多回。多分、一回、多分、切るは多分、え、っていうか、お、喉、下がれる。多分電車もなってて、ちおあんさんがそこに見られてるから。で、え、喋ってから一回も離れてないから。ハちおあんさんとしんさん、一緒にいて、タスクの終わり方の、差が、すごいかすね。多分、しんじんさんが、ハッちゃんさん、を追いかけたんじゃないですか。変装できる状態にしておいて、ネロちゃんが変装して、ちおあちゃんの姿で通りました。 おチュワンちゃんが、あゃネロちゃんが、あれだとしたら。ピッポーンポンちゃんでしう…これ、一人で生きる時代の時間はありますよね。あります、あるっちゃあるですけど。なら、なら、チュワンさん、私目線はチュワンさんになっちゃうかな。うち連れてるやしたらね。そうそうそう。 いやなんか、ポンズさん最初の方結構一緒にいたんで、あんまりニキルできるタイミングないような気がするんですよね。たぶんですよ。え、カツザさんとスズンさんってずっと一緒にいらっしゃったんですかえっと、うん、まあ、ほぼほぼ一緒にいましたね。<ー>その間に死体もなかったんで、すぐ合流できた位置しらしい。中野ちゃん、マリカかった持ってる。うんあ

やったーよかったーさんすごいわいや、ネロちゃんも楽しかったあ、そうかそうか。ネロンちゃん、頭いいなぁ。すごい、ほんとナイスでした、今の。そう、あえて、あえてインポスター、相方にそう対普通やらないもんね。そう、ラッキー人とも結構一緒だったから。いや、3回ぐらい一緒だったよ。何ですか ?3 回か。 いや上手いないい作戦だなでもなんかあれですねめっちゃ固まってたのがねイサゴ直せる四人といや俺チワンチャンすく見えちゃったんだよなすごい上手いなたどり着くまでに時間かかりますね確かにそういうやり方だとでもよくネロちゃん釣ったよねみんないやマジそこがもう消去法だよね多分消去法チワンちゃん釣るかネロちゃん釣るかしかなかったと思うそうだから結局どっちか釣られるからと思ってそう 難しかったね。結構カギを食べたんだな。その時チワンちゃん釣ったらまだネロちゃんのモーフィングでどうなるかなっていうのはあったかもしれないですけど。うん。ああ。わちょっと待ってモーフィングおもろいな。おもろいです。難しい明日もやろう。明日もやろうモーフィング。明日は違うわ。明日は違うわ。しょぼさんのやつだ。明後日やろう。 面白しかった、難しいで。おもしますい面白かった、ですね。に。はい、またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でいす。はお疲れでした。お疲れ様でした。お疲れちょっと真面目にやってしの。久しぶりだった。り疲っした。お疲れさまでしてもふざけちゃうんだよな。さまもな。